キュンとする街藤沢、藤沢情報ナビをご覧の皆さん、どうもこんにちは。藤沢観光親善大使を務めさせていただいております、鶴野武史です。そうですね、僕はもう藤沢に住んで8年になるんですけれども、最初はですね、もともと東京に住んでおりました。そして子どもたちがですね、2人できて3人目できたあたりですね、こちら藤沢の方に引っ越してきたんですけども、観光で、よくうちの妻と一緒にデートして来てたんですけども、このね、後ろを見て分かる通りこの景色ですから、この景色のね、朝見て東京に仕事に行きたいな、将来こういうところに住みたいなという夢がですね、ずっとあったんですね。それで8年前にもうひょんなタイミングが合いまして、こちらの藤沢に住むことになりました。で、実際住んでみるとですね、本当にこの素敵な景色、そして子育てがしやすい、大人たちが皆さんとっても肩に力が抜けていて、皆さんが楽しんでいる、そういう楽しんでいる大人を背中を見ているので、子どもたちがまたさらに楽しくんでいるというね、なんかすごくなんかこういい、循環というか。で、僕もやっぱり東京で仕事をして、で毎日こっちに帰ってきてますけども、なんかこう東京は仕事する場所で、藤沢は完全にプライベートの場所、オフな場所、そういうなんか自分の中でもスイッチをですね、こう切り替えることができるんですね。藤沢といえば、湘南といえば夏というイメージあると思いますけども、住んで分かるんですけども、とにかく秋、冬、春、この季節がもう最高です。何が最高かというとですね、もうこの澄んだ空気ですね。この空気が澄んでるということは、右手にですね、富士山が綺麗に見えるんですね。そしてこの江ノ島と富士山に挟まれて波乗りをするという、もうこの最高のですね、シチュエーションは多分もう日本でここしかありませんので、これがもうやっぱり澄んでて一番の魅力かな。あとは海だけじゃなくて、藤沢の北部に行くとですね、美味しい農産物が取れる、大地が広がっております。で、実は僕はそこで鶴農園という畑もやってるんですけども、もうかれこれ4年になるんですけど、自然農法で、畑やらせていただいてます。藤沢のですね、もうエネルギー、大地のエネルギーだけで美味しい野菜がバンバン育ちます。とっても美味しい野菜がですね、できますね。こういう海があって、自然がある、そして北に行くとそういう大地が広がっている、もうとにかくこの藤沢全域もう最高の街でございます。今観光親善大使やってますんで、全国の皆さんにこの藤沢をですね、知ってもらおうと思って、地方にお仕事に行った際には、いろんな方に名刺を配ってですね、藤沢最高だよというふうにアピールをしております。はい。この湘南というとですね、サザンオールスターズが、いろんな名曲を作っていただきましたよね。江ノ島も出てきます、鎌倉も出てきます、茅ヶ崎も出てきます。歌の中に藤沢が出てこないんです。江ノ島はもちろん藤沢ですけど、藤沢っていうワードをぜひとも入れてほしかったなと思って、そしたら僕が住んでるんだから、じゃあ僕バンド組んで藤沢の歌作ろうということで、もうかれこれ4年になるんですけど、シーキャンドルスというですね、江ノ島のやっぱりシンボルといえば、この江ノ島の上にありますこの灯台、シーキャンドルがやっぱりシンボルだと思うんで、そちらから名前をいただきまして、鶴野武史とシーキャンドルスというバンドを藤沢で活動させていただいております。本当にね、藤沢でできた、曲たち、そして藤沢で全部レコーディングをし、藤沢しか売っていないっていう、まさにもう藤沢限定の、バンドなんですけれども、毎年ですね、こちら冬に、藤沢のこの江ノ島のライトアップがあるんですけど、こちらの点灯式は僕らのバンドが、カウントダウンを行います。今まさにね、ライトアップ中でございますけれども、なんていうのかな、やっぱりこういうちょっと湘南のいい風というのかな、こういう潮風の中にぴったり合うような曲をですね、これからもたくさん作っていきたいと思いますし、サザンオールスターズに負けないように藤沢の、バンド活動頑張っていきたいと思います。というわけでですね、藤沢観光親善大使の鶴田武史でございました。これからも藤沢のいいところどんどんアピールしていきたいと思います。街で見かけたら気軽に声をかけてください。多分テラスモールあたりにいます。キュンとする街藤沢。